吉田さん、ランチ食べてきました、えー、と昨日はねこの食べ放題のランチに行ってきたんですよで20代の頃によく行った食べ放題の焼肉なんですけどもまあお寿司とかねお菓子とかもあったりするんですけども惣菜物とかまあ私はお肉1点で当時攻めてたんですよねそれこそ 1kg 食べって言って陳列されているこのお盆の上にお肉が乗ってるんですけど大体それが1キロなんですよ そのお盆ごと持ってきて全部焼いて食うみたいなことをしてたんですけども当時はねそれでお腹いっぱいでしたね、まあ、今はねとてもそんなに食べれないしあのガツガツ食べまくるのがまあ,あの趣味でもなくなってきたんで本当に一皿二皿ぐらいをゆっくり焼くみたいな感じだったんですけどねでもなんか懐かしくって良かったな美味しかったなと思いましたまあ、こういうふうに昔の思い出とともに今を過ごすっていうこともたまにあるんですよねこれも ももしかししかかたらメタバースなのかもしれませんでまあ吉田さんがねいろいろ言われてたんですけどもまあ私も思うのはねこう、まあ、現実は一つなんですけどもそこからどう解釈するのかはもう無数に分かれていくんですよねその解釈の中で自分がこうでありたいってものを自分で選んでいけばいいのかなと思うんですよ、まあ、ですんでイエスが何言おうがブッダが何言おうがね、まあ、それはそんなに重要なことではないとただそういう教訓が 自分にとってどういうふうに感じられるのかそして感じた結果動けるのか動けないのかっていうことが問われてるんじゃないかなと思いますね。ねやっぱりこう昔の人が本当にいたかどうかとか本当にそれが孫子が言ったのかどうかってそんな大事じゃないですよね。誰が言おうとそれれを使いこなせればいいこななせばわけなんですよね何、うんまあ、かねこうマウント取りたかったら偉い人が言ったんだよみたいな教えた方がいいかもしれないですけどね。